吉井かな子は日本のフリーアナウンサーで元東海テレビ放送のアナウンサー。突起がない限り、プロフィールは事務所の公式プロフィールに基づく。埼玉県所沢市出身。明治大学文学部文学科を卒業。趣味は映画鑑賞でレディースデーを狙っていくことを明らかにしている。血液型は A 型。2001年に東海テレビへ入社。 2006年3月退社。同年11月から産経に所属し、フリーアナウンサーとして活動を再開。身長163センチメートル。2010年9月25日、かつて東海テレビ時代にアシスタントを務めていたスーパーサタデーの最終回に伴い、ビデオメッセージという形で古巣での出演を果たした。2013年9月に結婚したことを、 自身の公式ブログで明らかにした。2014年10月28日、当日時点で妊娠8ヶ月であることをブログにて報告。2015年1月18日、3100グラムの女児を出産したことをブログで報告。2016年10月17日に第2子男児を出産。父は元アニメーションプロデューサーで、サンライズ第四代社長の吉井孝之 2017年10月下旬続けてたブログ更新がストップし2021年現在は事実上活動休止状態である。東海テレビ時代東海テレビ大社後テレビラジオ映画。ありがとうございます。